どうもこんにちは、お疲れ様です今回の舞姫大学特別講義は AI によって人間の仕事が奪われるのかということでございますなメさんの方からですね AI に人間の仕事が奪われる未来ということでテーマをいただいていて非常に内容としてはね いいいものだったと思います多くの方はこちらの方の動画すごく参考になると思いますけども、まあ、いつも通り私はねちょっとねひねくれた視点でこの AI によって人間の仕事は奪われるのかってことをね考えてみたいと思うんですよ。私今ねよく YouTube であの JR の赤字路線の特集を見るんですよね。これさまざまなところで議論されてるんですけども JR っていうね鉄道の歴史は150年ほどあるそうなんですよ。で一時期は全国各地で この鉄道ってものが国民の足となっていました。で、国鉄時代ね、赤字を垂れ流してでも国民の移動の手段を優先し、確保するために頑張ってきたんですけども、あまりにもね、累積赤字が溜まりすぎて2兆円を超えたわけなんですよ。だから国鉄を解体して JR というね、採算の取れるような株式会社に再編していって今に至るわけですけども、さあ、 国鉄と違って今度は税金投入ではなくて JR というね独立採算を求められるような事業になってきましたそれから JR が高い頻度で利用されている時期は良かったんですけどもやっぱりね交通機関のモータリゼーションっていうんですけどもね一、えー、人一台以上の車を持つような時代道路の整備そして少子高齢化というものにいろいろとね問題が起きてきまして時代が変化してですね電車を 使う人が減ってきたんですよ私自身もそうですけどもマイカーは3台も4台もありますけどもでも電車って全く使わないんですよもう何年も使ってませんね10年以上使ってないと思います、まあ、そんな形でローカル線と言われている乗客数の少ない電車がどんどん使われなくなってきてまあ前回のね JR の発表ではこれからはあ赤字路線について まあ、いろんな前提を用いらずにですね検討しなければならないっていうふうな提言がありましたこれどういうことかっていうと前提を用いないっていうのはとりあえず残す前提で JR をするのかっていう話もしないし赤字路線は解体するという、まあ、そういった前提を用いても話をしないとりあえずテーブルに考えられる材料を並べてみましょうっていうことなんですけどもどちらにしても赤字路線を運営することには JR も 負担を押し付けられてたまらないっていうところもあるんですよね、うん。でね、私のよく見ている芸備線っていうのは、100円の売り上げを上げるために、なんとね、2万5千の経費がかかるというね、どうしようもない赤字路線なんですよ。しかし、数少ない乗客の方からすると、これがなくなったら困る。さらに、日本全国に鉄道ファンっていうのがいるんですよね。鉄道をなくしてほしくないと。とそういった声もあって、注目を集めたり、 でで再生回数をを高い関心を持ったりとかしてるんですよねでなんでこんな話をするかっていうとおそらく電車はその役割を終えてこれから徐々にね廃線になっていってなくなっていくでしょうなくなると当然電車がインフラの頼りだったっていう地域は過疎化が進んで消滅するような集落っていうのが出てくるでしょうでも結局電車があったからといって集落は消滅しないってことではないんですよねで 電車を残すすこととが目的にななってもいけないけ思うんですよやっぱり時代とともにいろんなものがなくなってきましたそれこそ日本の原風景をなくしちゃいけない文化とか歴史的遺産だといろいろ言いますけどもここで私がねちょっとしたことを聞いてハッとしたんですよそれは川ですよね今日本中の川には橋がついてますですんで人でも車でも電車でもそれこそね渡れるようになりました ほぼほとんどの橋ってのは無料で使えてます。維持には税金が投入されてます。これによって失われたものが何かなっていうふうに考えた時に、私のね、両親の幼い頃の時代って、川には橋がかかってない例が多かったんですよ。まだ橋をかける技術もなかったんでしょうし、そして道路がなかったから橋をかけていなかったっていうところもあるでしょうね。それから車を利用される方が増えて、道路のニーズが高まって、 道路を引けば道路が渡れないような川に対して橋を架けるというねそんな事業も起きてきたとじゃあ橋が架かることによって失われた日本の原風景は何かっていうと私たちは渡し船なんていうのはもう江戸時代のね時代劇でしか見たことがないようなそんな時代に生まれましたんで何の問題もなく橋を使い そこにかつて渡し船っていうのがね何社も運営されていたことを気にも留めていなかったんですよこんな形で人間っていうのは人間の仕事をまあある意味ね奪い続けてきてそして私たち消費者はいろんな事業を乗り継いでここまで来てるんですよねだから今渡し船があったとしても多分使わないでしょう使うとするとそれは行動とか移動ではなくって観光目的体験目的でしょうね うん、私も実際ね千葉の渡し船に乗ったことがあるんですよこれは男はつらいよっていうねドラマでも出てくる渡し船、えー、江戸川を通って柴又、えー、から千葉に渡ってまた帰ってくるってやつなんですけども往復で800円ぐらいなんですよね一度乗せていただきましたけどもまあ観光体験としてはなかなかよかった良かったかなと思いますただし移動の手段としては不自由ですなんせ歩いてでも渡れる橋がすぐ近くにありますからねさあそうなった時にね AI に人間の仕事が奪われる未来っていうところにつながるんですけども結局橋だろうが渡し船だろうが鉄道だろうが車だろうがそれが AI だろうがねそれは仕事はどん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 誰かから誰かに奪われていって渡されていくんだろうなと思うんですよ。で AI によって人間の仕事が奪われるっていうふうにね考えられてる方いると思いますけども私は今 AI によって収入と仕事を得ている立場なんですよね。 そう考えていくと何もしなければ AI に仕事が奪われるけれども積極的に新しいテクノロジーに興味を持って利用していけば仕事を奪われるどころか仕事のの幅幅がががが広広っっててい収入るんですよ。じゃあ今この時代2023年そして AI がチャット GPT が今使えるんだよしかも無料だよっていうふうに解放されてる時代にどうしてね AI によって仕事が奪われるっていうふうに。 恐怖を感じる人る人がいのかそれは AI やチャット g p t というものが出てきてるのは知ってるのに使わない人の言うことなんじゃないかなと思うんですよ使わなければ確かにいろんなものが奪われるでしょうけども使っていくつまり AI やチャット g p t と仲良くすることによって恩恵を受けることができるのかなと思うんですよねかつて渡し船っていうのがありましたけども橋っていうものがかかると思った時に渡し船を守る運動をするのか 橋というものをね渡らしてそこに生まれる経済効果に依存するつまりは橋の麓にお店でも建てるのか橋の通行量を取ることを考えるのかっていう風うにするだけでも全く違う視点で事象っていうのは捉えることができるのかなと思うんですよね、うん、つまり一言で言うと新しいものにポン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 乗り移れってことなんですよその片方で教習の念懐かしいものや失われていくものを 思いに留めるってことはあってもいいと思うんですけども、失われそうなものを失われないように抵抗することっていうのは、一定期間はできるでしょうし、そこに意義がないとは言いませんけども、結局はですね、あまり社会的、経済的に意味はないのかなというところでございます。で意味があるとすると、記念として歴史的ものとして一部残しておくね。一部保存しておいて、そこは保護しましょうと。でも、市場的にはもう利用の 価値がなくなくくっったとといいう,うに割り切っていくことも必要ですよねそう考えていくと今日本全国津々浦々いろんな橋がかかっている麓に渡し船っていうのも確か私の知るところ2箇所はあるんですよだからなくなったわけではなくてその2箇所そのほか私の知らないところが観光目的で維持されていることは維持されているんだろうなと思いますそのバランスになったんだろうなと思うんですよ。 うん、いよいよ本格的に自動車の時代が来るでしょう。自動車は自動運転車にまでなるでしょう。その時に移動の手段としての鉄道は失われたけども、記念や保存として残されていく鉄道も一部必ず残るのかなと思いますよね。鉄道記念館っていうのもできるかもしれませんし、もしかしたらかつて使われたそういったね、電車が公園のモニュメントとして残されるのかもしれませんし。 そうやって少しずつ時代は変わっていくのかなというふうに考えざるを得ないかなと思っておりますそれでではは今回は以上です。